は俺をナンバーズハンターと呼ぶ。うん、呼んでるところ見たことないけどね。で、本日なんですが、ネオギャラクシーアイズフォートンドラゴンがデュエルリンクスに実装になりましたので、我が魂をエクシーズ召喚していきたいと思います。このモンスターかっこいいね。ネオギャラクシーアイズフォートンドラゴン、超銀亀の光子竜、レベル8モンスター ×3 体というね、ものすごいロマンスの高い、召喚条件になってまして、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを素材として、このカードがエクシーズ召喚に成功したときに効果が発動できる。つまりギャラクシーアイズフォトンドラゴンを素材としてエクシーズ召喚をしない場合、マジで意味がないモンスターであると、効果は4500バーニアになるということですね。本日は4500バーニラを立てていくっていう、そういう出来になってるんですけども、このカード以外のフィールド上の表側表示のカードの効果を無効にするっていう効果を、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンが素材になっている場合だけ使えると。でさらに、一旦に一度エクシーズ素材を取り除くと、相手フィールドのエクシーズ素材を全部取り除いて、このカードの攻撃力が取り除いた数かける、500ポイントアップすると。でさらにこのターン自分のバトルフェーズ中にトロノズの数まで攻撃ができるよという効果になってますね。で、このネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンってレベル 8×3 で作れなきゃいけないのでかなり難しいんですよ。なんですけれども、ギャラクシーアイズのデッキにはとてもね有能なカードが実装になりまして、それがこれですね、エターナルギャラクシー永遠なる銀河。これ銀河ギャラクシーってついてますんで、スキルでね、この銀河ギャラクシーフォトンだっけ、スキルこれで、サーチができるんですよ、このカード。でこのカードどういう効果かっていうと、自分のフィールド上にフォトン、またはギャラクシーのモンスターが存在している場合、自分のフィールドのエクシーズモンスター1体を対象に取り、そのモンスターよりランクが4つ高いフォトンエクシーズモンスター、またはギャラクシーエクシーズモンスター1体を、そのランクが4つ高いように、エクシーズチェンジできるということなんですね。これねすごく簡単なんですよ。なんでかっていうと、ギャラクシオンって結局フォトンモンスターを用意できますから、ネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンを出すためにランク4のギャラクシオンを立てて、フォトンドラゴンを出しながらこいつをこっちに変身させるっていうことができるわけですよ。つまりですね、なんとフィールド上にギャラクシーアイズフォトンドラゴンとネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンが並ぶと、あまりにもかっこいい、あまりにも、そしてスキルでこれがサーチできる、神ゲー。というわけで本日はネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンのアルティメットフォトンストリームをぶちかましていくでございますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ、懺悔の用意はできているか。デュエルモードフォトンチェンジ、LP 増強、なんだこのデッキは。デュエルモードフォトンチェンジ、サイバー流の切れ味デュエル、俺のターン、俺はテクだからフォトンスラッシャーを特殊召喚、さらにフォトンリザードを召喚、フォトンリザードのモンスター効果発動、このカードをリリースしフォトンモンスター一体を手札に加えることができる。現れろフォトンバニッシャー、そしてフォトンバニッシャーを特殊召喚、フォトンバニッシャーのモンスター効果発動、フォトンバニッシャーはデッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを手札に加えることができる。そしてレベル4のモンスター2体でオーバーエネットワークを構築、エクシーズ召喚、モンスターをエクシーズ召喚、現れろ飛行艇ギャラクシオン、そしてフォトンバニッシャーの効果、さらにスキル発動、ギャラクシーフォトン、ギャラクシーフォトン、はあ、ギャラクシーフォトンの効果によって手札のギャラクシーアイズフォトンドラゴンをデッキに下ろし、そして最強トラップカードエーターナルギャラクシーを手札に加えていく。さらに気候艇ギャラクシオンのモンスター効果発動、ギャラクシオンの効果発動、オーバーレイユニット2つ使い、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚、現れるギャラクシーアイズフォトンドラゴン、かっこいいかっこいい泣きそう。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、ターン終了、貴様のターンだ、さあ懺悔の用意はできているか。
来い。手札から。なにぃ、なになに、撃つしかない。俺はエターナルギャラクシーを発動。トラップ発動。エターナルギャラクシーはフィールド上にフォトモンスターが存在する場合、ランク4のエクシーズモンスターをランク8のエクシーズモンスターに変身させることができる。サカマク銀河よ、今こそ怒涛の光となりて、その姿を表すがいい。降臨せよ。サカマク銀河よ、今こそ怒涛の光となりて、姿を表すがいい。降臨せよ、我が魂。ネオギャラクシーアイズフォトドラゴン、かっこいい。うわー、出たー、4500バニラー。サイバードラゴン4500バニラ、来た4500バニラ、4500バニラ強い。ゼンマイソロじゃなんだこのデッキは。自分のメインフェーズにターン終了時までこのカードのレベルを1つ上げ、攻撃力を400ポイントアップさせる。なんて強いんだ。このカードがフィールドに所在する限り一度しか使用できない。いいだろう。バニラじゃないもんいやもうバニラだろ、ほぼバニラじゃねえか。レベル5のモンスターが2体、レベル5のモンスターが2体来るぞ。ユーマ、何、ボルカサウルス、無理、破滅のフォトンストリーム。フィールドのカード1枚を除外する。うわー破滅のフォトンストリーム。カードを伏せる、ターンを終了する。ファイルトドロー。俺はフォトンパニッシャーを特殊召喚。フォトンバニッシャーの効果発動。フォトンバニッシャーは特殊召喚に成功したとき、デッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴン1体を、一応波紋ケアします。一応波紋ケアしますか一応波紋ケアしましょう。カードを横にしていくぜ。こいつ攻撃が通れば勝ちだ。いくぜ、バトルフェイズ。バトルだ、バトル。ネオギャラクシーアイズフォトンドラゴンの攻撃、アルティメットフォトンストリーム。残儀の弱いはできているか。ストリーム。うわうわ、貴様の残儀など聞く価値もない。貴様の腕は悪くない、だが俺に勝つことは諦めるんだな。だが俺に勝つことは諦めるんだな。バランス、何、なかなか面白いですね。お、これはこれは強いぜ、これはなかなか強いぜ。いいぜ、デュエルモードフォトンチェンジ。俺はテクだからフォトンスラッシャーを特殊召喚、そしてフォトンバニッシャーも特殊召喚させてもらう。そしてフォトンバニッシャーが特殘召喚に成功した場合、俺のエースモンスターを手札に加えることができる。そして2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、飛行艇ギャラクシオンをエクシーズ召喚。そしてギャラクシオンのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを2つ使い、デッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンも特殊召喚。きたー、きたー。そしてスキル発動、ギャラクシーフォトン。俺はギャラクシーアイズフォトンドラゴンをデッキに戻し、破滅のフォトンストリームを手札に加えていく。毎ターンこいつを守備表示出すの忘れるな。まあいいだろう。カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを伏せる。
こいつも召喚したのかな。まあいいかまだ。いや最悪ギャラクシーアイズがもしやられてしまった場合のことも考えてフォトンスラッシャーを出しておくべきだ。フォトンスラッシャーを召喚。フォトンクラッシャー、これはフォトンモンスターがいればいいんだろおそらく。フォトンまたはギャラクシーモンスターが存在すればいいだろう。よしこれでいける。ターンしろ。これでどっちかやられてもいける。俺にはまだ変身を一回残しているぜ。さあどうする闇雪。最強の盤面かと思った。これはもう4500バーニラを出すしかねえ。なんだモンスターを攻撃表示でモンスターなんだ。ワイセールプラネタ、こいつはブラックマジシャンをサーチできるカード。なんて強い。どうすればいいんだ俺は。でもジンボ、いやこれナビゲート、いやこれどうしよう。ジンナビ、ジンナビされます、ジンナビされるかどうかですね。ジンナビされるかどうか、ジンナビされるかどうかですね。これブラックマジシャンをサーチするのはいいですよ。1クセくらいだったら除外してやるぜ俺のフォトンストリームでな。カードを捨てるぜ。いいだろ、2枚クセか3枚セットするか。3クセは怖いぜ。ちなみにあ3クセ怖え、3クセ怖えな、3クセ怖えな。でメインフェーズ終了前か。じゃあブラックマジシャンサーチされなければいいんじゃねえ。もうこれ前飛ばす、これ前飛ばす説あるんだ結構。いくぜ俺は。マジックカード発動、破滅のフォトンストリームによって君の Y 星でプラネターはゲームから除外させてもらう。これによってエンドフェーズのブラックマジシャンサーチはストップさせてもらうぜ。さあどうする闇ユギ、そのサンクスは受けて立とうで。まだ俺は最強のトラップカードが控えている。大丈夫だ、ターンを終了。よしもらった、俺のターン。ドロー強い、なんて強い。俺はギャラクシーサイクロン発動、手札よりマジックカード、これによって相手の伏せカードを1枚破壊できる。めぐる強い、なんて強いカード。このままバトルフェイズだ、行くぜバトルフェイズ、バトル行くぜ。あーどっから攻撃しようかな、ギャラクシオンからか。行くぜ気候帝ギャラクシオンの攻撃、通る通るんだったら変身だ。エターナルギャラクシーを発動、俺はフェードにフォトンまたはギャラクシーモンスターが存在する場合ランク4モンスターをランク8のネオギャラクシーアイスフォトンドラゴンに変身させることができる。ネオギャラクシーアイズフォトンドラゴン、俺のバトルフェーズはまだ終了してないぜ。いくぜユギ、アルティメットフォトンストリーム。負けたが悔いはない、いかに策を弄しても俺には通用しない。懺悔の用意はできているか。ハンティングの始まりだ。事故ったぜ事故ったぜ、これ強くねえな、これこれ強くねえだ。あれターン終了、どんだけ事故んの、こんな事故んないはずなんだけど。あっねえ弱えけど、なんかなんあれだぜもう一枚モンスター頼むぞ、課金モンスター頼むぞ。ドロー、あ殺すぞ。じゃあラクシーサイクロン発動、シンハーズリード、そして無効にしていく。さあ粒子の効果いいだろう。それでやばい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 、無理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 、マジで無理、ガチで無理じゃねえこれ。どうやって勝つの、ちょっとほんまに攻撃ゴミやな。